日はご対応の中、このように多くの皆様にご献身いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。開会前にお願いがございます。コロナ感染症対策のため、マスクの着用とお隣の方との距離を十分取っていただきますよう、よろしくお願いいたします。まもなく JR 緑井駅前より、斉藤鉄夫街頭演説会を開催いたします。ご近隣の皆様には大変お騒がせいたしますが、しばらくの間ご静聴ご協力よろしくお願い申し上げます。それではただいまより衆院選広島3区与党統一候補斉藤鉄夫街頭演説会を開催いたします。本日の司会進行を務めます公明党府中市議会議員の大本千佳子でございます。どうかよろしくお願いいたします。はじめに公明党広島県本部代表広島県議会議員田川隆一よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。斉藤鉄夫候補頑張れと、このようにたくさんお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。いよいよ選挙戦がスタートいたしました。斉藤鉄夫、今日まで元気いっぱいに戦うことができました。これは皆様方のおかげでございます。本当にありがとうございました。本日の新聞にもございましたけれども、斉藤鉄夫は今回の衆議院選挙で小選挙区単独で立候補をいたしました。一度報道等がございましたけども、比例で重複をするのではないかというふうに言われたこともございましたけれども、ある意味で小選挙区単独で戦う、そして比例で復活することができないというのは背水の陣でございます。非常に厳しい選挙戦になろうかと思います。私ども地元の議員一丸となりまして、候補者と同じ決意で戦う所存でございます。そして今日は自民党の皆さんにもたくさん応援に来ていただいております。本当にありがとうございます。3月1日自民党公明党自民党広島県連そして公明党広島県本部の4社で合意をいたしました。そして斉藤鉄夫候補が与党統一候補と決まったわけでございます。その合意文書の中に、国政選挙において相互に全力で支援をすると、このようにございます。今この文書の通り、今自民党県連の皆様には斉藤鉄夫候補全力で応援をしていただいております。本当にありがとうございます。またその合意内容には、石橋凛太郎候補につきましては、自民党の比例名簿搭載順位を上位で処遇するとございました。今日の新聞によりますと、自民党の比例名簿搭載順位1位でございました。この合意文書通りでございます。今回の衆議院選挙、政権選択の選挙でございます。まさか共産党と手を組んだ野党に勝たせることは絶対にできないと私ども考えております。ぜひ安定をしたこの自公連立政権存続をさせていただきたいと思います。与党統一候補斉藤鉄夫、これから12日間皆様のお力でぜひ押し上げていただきたいと願う次第でございます。地域のために一番役立つ候補は誰なのか、地域のために働く政治家は誰なのか、これを見届けていただきたいと思います。8月大雨の災害がございました。一番最初に被災現場に駆けつけたのは斉藤鉄夫でございました。そして氾濫する川を見てポンプ車をすぐ呼ぶことができたのも斉藤でございます。今この災害の多い広島で国交大臣としてますますこの地域のために仕事ができる政治家でございます。ぜひ地域のために役立つ
斉藤鉄を皆様のお力でご支援を賜りたいと願う次第でございます。皆さん、この10日間ともどもに戦いましょう。そして勝ちましょう。皆さん、こんにちは。自民党の参議院議員の宮沢洋一でございます。ともかく斉藤鉄夫候補に勝ち抜いてほしい、勝っていただきたい、そういう強い思いで今日駆けつけてまいりました。今田川県議からご説明がありましたけれども、確か昨年の10月以来、実はこの3区の公認候補をめぐってはいろんな問題がございました。ただこれを解決できたのはまさに公明党と自民党20年を超える連立の重みであり歴史であったと思います。特に今日この場にはいらっしゃいませんけれども、自民党の前選対委員長山口泰明さんが本当に誠心誠意両党の間で話をしてくださいました。そして今お話があったように最後の問題でありました石橋凛太郎さんの公認問題も昨日の比例名簿の決定中国地方1位ということで間違いなく石橋凛太郎さんも議席を持つことができる、これで全てが解決をいたしました。ともかく斉藤鉄夫さんには勝ち抜いていただかなければいけない。この広島3区いろんな事件がございました。同じ自民党の国会議員として心から皆様にお詫びを申し上げなければいけない。しかしこれを乗り越えることのできる政治家は斉藤鉄夫さんただ一人であります。今回の総選挙、政権選択の選挙、そして岸田新総理誕生直後の総選挙であります。岸田総理、新しい資本主義、新しい資本主義は何なんだろうと皆さんから聞かれます。これは基本的には分配政策であります。企業が自分のことだけを、株主のことだけを考えて利益をため込む、こういうことはもうやめよう。企業は社会的な責任がある。株主もいるけれども従業員もいる、取引先もある、消費者もある、そしてその向こうに日本の社会がある。すべてを考えて経営していただきたい。政府としてもそういう方向で動く企業をどんどん応援していこう。そして企業に変わってもらって皆様にしっかりとした分配が行われる、そしてそれが次の成長を生み出す、これが新しい資本主義であります。なんとかこの選挙を勝ち抜いて、我々10年20年苦しい時代を過ごしてまいりましたが、新しい資本主義の下でしっかりとした分配が行われ、そして次の成長につなげる、そのためにもこの斉藤鉄夫先生にぜひとも勝っていただきたい。圧倒的とは申しません。一票でもいい、ともかく勝ち抜いていただいて、そして新しい時代を歩む岸田政権のために汗をかいていただきたい。私は数年前、お互いに公明党自民党の税制調査会長といたしまして、軽減税率の導入を成し遂げました。正直混乱が起こることは覚悟した上で導入した制度でありましたけれども、見事にやり抜いた。そして皆様に食料品の軽減税率は
本当にこう身近なものとして、スーパーに買い物に行ってやっぱり 8% でそよがれている、よかったねという気持ちになっていただいている、そういう斉藤哲夫さんと一緒に仕事したこと、大変本当にいい記憶、素晴らしい記憶であります。そういう斉藤哲夫さん、これだけの大物になって初めて地べたを這う選挙をされる、何としてでも皆さんの力で10月31日まで全力を挙げていただいて、この素晴らしい候補者斉藤哲夫さんを当選させようではありませんか。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。こんにちは。自民党広島県連会長代理で県議会議長の中本隆でございます。本日は自民党公明党統一候補である衆議院議員候補、この広島3区の斉藤哲夫大臣の出陣に際しまして、本当に格も多数皆様方にはお集まりいただきまして心より御礼を申し上げます。ありがとうございます。さて、ご案内のように10月4日我々広島県連の会長であります岸田文雄先生が国会において第100代目の総理大臣に就任されました。ありがとうございます。このことは我々広島県民にとりましてこの上ない喜びであるわけでございます。そしてその内閣において、なんと我らが斉藤哲夫先生が国土交通大臣に就任されました。おめでとうございます。このことは我々広島県民にとりまして二重の喜びでありまして、何者にも変えることができない将来への光であるわけでございます。そうした中で本日いよいよ衆議院の選挙が告示されました。野党の候補は相変わらず自民公明のあらを探し、そして相変わらず政治と金、この問題一点に絞った選挙戦を展開しているところでございます。しかしながら皆さんよく考えてください。この広島県で今野党の候補が当選して何か広島県にとっていいことがあるでしょうか。我々の山や川や里、本当に彼らが守れるんですか。我々の安心安全安定を確保することができるんでしょうか。答えはノーであります。今我々の広島県はもうすでにキャストは揃ってるんです。岸田文雄総理大臣、斉藤哲夫国土交通大臣、広島県各市町村、このすべてが力を合わせば広島県はどこの県にも負けない無限大の可能性を秘めております。しかしながら我々広島県連もここへ来るまでいろんなことがありました。まずは河合夫妻による大規模な買収事件、このことについては河合夫妻が起こした前代未聞の我々も計り知らない、見たこともないような犯罪になります。しかしながら当時河合夫妻は我々の広島県連に属した議員でありました。それであるがゆえに我々広島県民も県連も率直にそれを認め、皆様方にお詫びを申し上げなければならないというふうに思います。本当に長らく皆様方にご心配ご迷惑をおかけいたしました。本当にすいませんでした。そしてその3区の公認候補を決める場面におきましても、自民党本部と公明党本部が
広島県連抜きで話し合われ、最終的には候補者は3区の候補者は斉藤鉄夫さん、そして比例は石橋凛太郎候補というように決めてしまったわけでございます。当初我々は絶対に容認できない、見取り目るわけにはいかない、そんなつもりでありましたが、その一番つらいはずの石橋凛太郎候補が、自分は政党に属している議員であるから、党本部の決めたことには従うしかない、従うとはっきり言ったんです。その姿を見ておりまして、我々は本当に胸が熱くなりましたし、彼がそこまで言うんなら、徹底的に自公連立政権の下で、この3区を守ろうじゃないか、この強い決心をいたしております。今日ちょっとここに隣に立っております。ちょっと変わっています。お集まりの皆さん、失礼いたします。自民党からこの度、比例区で出馬させていただきます石橋凛太郎であります。この7月まで、ここ地元浅見並区において県議会議員を務めさせていただきました。地域を守っていきたい、より良い地域を作っていきたい、その思いは何ら変わるところはございません。これより先は、この選挙でしっかりとこの地元第三選挙区から斉藤先生を押し上げ、私も地元で斉藤先生とともに二人三脚で皆さんとより良い地域づくりをしていきたい、その思いでこの選挙戦懸命に戦い抜いてまいります。どうかお力添え賜りますようよろしくお願いいたします。選挙戦に出馬されることが決まってから斉藤先生はこの広島三区くまなく回られて地元地域の皆様方と対話をしてこられました。そして斉藤先生の脳裏には地域の皆様方の声が焼き付いておられます。この斉藤先生であれば間違いなく今地元地域の皆様が県民の皆様が今の政治に真っ先に何を望んでいるかということをいち早く察知され必ずご恩返しをされるものと私は確信いたしております。そういった意味で皆様方にとりまして我々にとりましても大変厳しい選挙戦ではありますが、この斉藤先生の熱い熱い意をお汲み取りいただきまして毎球のご指導ご鞭撻最後までのご支持ご支援を賜りますよう心よりお願いを申し上げます。そして10月31日の夜には皆様方と一緒に万々歳の当選の祝いの中で共に喜び合いたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。中本議長様、石橋候補様、本当に勇気100倍の激励をいただきまして誠にありがとうございます。皆様大変お待たせいたしました。衆院選広島広島三区自由民主党公明党与党統一候補の斉藤鉄夫でございます。その出陣の第一声にあたり、このように多くの方にお集まりをいただき勇気100倍本当にありがとうございます。3月に先ほど中本県会議長からお話がありましたように、自民党公明党の与党統一候補と決めていただいて以来、今隣に立ってくださっている石橋凛太郎さんが私を連れて普段私が会えないような方企業ずっと連れて歩いていただきました。また土曜日曜には一緒に街頭に立って街頭演説をし続けていただきました。一昨日日曜日もずっと朝から一緒に三九十二人で街頭演説をしてまいりました。そのおかげで
今水かさが少しずつ増すように、斉藤頑張れ、負けるな、言ってくださっている方が増えてきている、そのことを実感しております。本当にありがとうございます。しかしまだまだ相手候補に追いついておりません。今回の選挙、私は一新人の挑戦者でございます。この4月に参議院の再選挙がございました。今日その時の与党候補である西田秀則さんも駆けつけてくださっております。しかし本当に申し訳ないことに、共産党も含めた野党統一候補に完敗をいたしました。私はその震源地である3区で、まさにその勝者に対しての今回一新人の挑戦者、その決意でございます。そして何よりも政治への信頼を取り戻す、どうやって取り戻すのか、これはもちろん謙虚な真摯なその姿勢、人に対しても、また議会に対しても、行政に対しても、その運営、真摯な謙虚な運営を図っていくということにつきますけれども、しかしあの西田秀則さんの選挙の時に、広島県民の方から当選無効になったのになんで歳費が返還されないんだという素朴な、本当に当たり前の疑問をいただきました。それではその素朴な疑問にお答えするところから、それを形にするところから信頼回復していこうということで、自民党と公明党が話し合って歳費を返還させる法律の案を作り上げることができました。そして今回岸田新総裁と山口代表で交わした連立政権合意のその中に、この法律を必ず成立させるという文章を入れることができました。もちろんこれだけでけじめがつくとは思ってません。信頼がすべて回復されるとも思っておりません。しかしその素朴な有権者の方の疑問に答えていく、形にしていく、そのことから一歩を踏み出したい、このように決意をいたしております。またいろいろやりたい政策いっぱいございます。今日は時間がありませんので、一つだけ、岸田総理から国土交通大臣である私へ指示がありました。防災・減災・国土強靭化、これは頻発する災害から国民の命と暮らしを守る、そのために全力を挙げて施策を充実してほしい、このように指示がございました。今日も私、朝出発するにあたり、緑ヶ丘のあの多くの方が土砂災害で亡くなった慰霊碑に妻と2人でお参りをするところから今日一日をスタートさせていただきました。この防災減災対策、岸田総理はこう申し上げました。実はこれが地方を支え、若い人の雇用を地方に作っていくことにつながる、全力を挙げてほしい、このように指示を受けたところでございます。このほかにも観光、交通、そして森林と、地方のこれからの活性化に向けてやらなければならない仕事がいっぱいございます。その仕事をさせていただきたい、仕事をさせていただきたい。しかしこの戦いに勝たなければ仕事を続けていくことができません。あと12日、どうか皆様全力で
全力で走り抜いてまいりますので、最後10月31日午後8時1票だけだったけど斉藤が先にゴールを切った、大逆転した、このような大逆転をしたい、そのためには皆様のお力が必要でございます、助けてください、頑張ります、どうか勝たせてください、仕事をさせてください、よろしくお願いいたします。そしてここ広島で石橋凛太郎さんと一緒にこの広島のため、日本のため頑張り抜きます、よろしくお願いいたします、頑張ります。ご清聴本当にありがとうございます。